能登半島地震により地元の図書館が休館していることを受け、立川市が運営する電子図書館を開放して、来週から和島市の小中学生に提供します。被災地支援ということで、私ども立川市の図書館において運営をしている電子図書を和島市の子どもたちに読書の楽しみをプレゼントという形で、 開放される立川電子図書館は立川市が運営しているもので、輪島市内でも同様のシステムが使われていることから、現地の小中学生はすでに所有している ID で今月12日から閲覧ができるようになります。輪島市では今もなお復旧作業が続いていて、学校の図書館が利用できないほか、市内の3つの図書館も休館している状況だということです。 対象は、和島市の小中学生と教員の合わせて1200人ほどで、児童らは立川市が保有しているおよそ600冊を読めるようになります。立川市によりますと、都内では初めての取り組みだということです。